シメオン・ウロシュ・パレオロンゴス。シメオン・ウロシュ・パレオロンゴス。生。年負傷から1371年12月4日は、セルビア王ステファン・ウロシュ三世でチャンスキと二番目の妻、マリア・パレオロギナの間の息子。ステファン・ウロシュ四世、ルシャンのイボテで、イッピロス先生校、在位。1350年から1356年、セサリア、皇帝、在位。 1359年から1371年。セルビア語では、死に者、という別称がある。古典式慣例表記では、シュメオン・ウロシュ・パラヨロゴス。母マリアは、東ローマ皇帝アンドロニコス2世、パレオロゴスの弟コンスタンディノスの孫娘であり。従ってシメオンは、母方で、ミハイル8世、パレオロゴスのヤシャ語にあたる。 シメオンの青年については不明であるが、母マリアが、ステファン・ウロシュ三世に嫁いだのは1325年頃と、考えられており、ステファン・ウロシュ三世の没年、1331年、前後までの間に生まれたもと思われる。イボアニのステファン・ウロシュ四世、1308年生とは、年齢的に20歳程度離れており、義兄弟となる、ニキフォロス二世、ドゥカスオルシーに 1329年生とはほぼ同年代ということにいる。1337年、東ローマ帝国のイッピロス、先制公国併合開始後、皇帝アンドロニコス三世、パレオロゴスとデュシャンとの間で古戦成功、ジョバンニ二世オルシーニの娘ソマイスとシメオンとの結婚が取り決まられたようである。当時のシメオンは、弱年のため、差したる活躍はしていなかったが、デュシャンが、 マケドニア地方を征服し、スコピエで皇帝として退官した1346年に先制校に助せられる。ルシャンがイッピロス・セサリアの征服を完了した1350年頃、正式にソマイスと結婚し、そのままイッピロス地方の統治官として着任した。なお、隣接するセサリアには、ルシャンの娘向こグルグール・プレリュブが、副帝、ケサル・カエサル爵位称号を得て、 統治の任についた。1355年、アニステファングロシュ四世、プレリュブの相次ぐ死去は、セルビア本国、すでに多数の諸公が自立を強めていた、イッピロス・セサリアそれぞれをめぐる政治的状況に空白を作り出した。シメオンにとっては後期となり、彼は定位の継承及びイッピロス・セサリアの統合という二つの野望を追い求めたが、 翌1356年、突如東ローマ帝国から帰郷した妻ソマイスの兄弟ニキホロス2世の劇を受け、マケドニア地方のカストリアに追い払われてしまう。彼は、イッピロスを諦めて定位に狙いを絞り兄のイジステファン、ウロシュ五世と争うが、優位に立つことができないまま、決着がつく前に1359年に、ニキホロス2世の訃報が届いたため、狙いを再度変えて、 イッピロスセサリアの掌握に向かい、これに成功する。彼は、自らの拠点を、セサリアの取りらに定めて、宮廷を築き、オイウロシュ五世への対抗上自ら、皇帝として体感した。ニキフォーロス二世の失敗は、すでにイッピロス南部で大きな勢力となりつつあった、アルバニア人の力を過小評価したことに原因があった。また、この地域における、 セルビア人は少数派であり、統治機構の未熟さも相まって、広範な領域を長期にわたり統合し、組織的に支配することは不可能であった。こうしたことを悟ったシメオンは、イッピロスセサリア領地域の一人支配を早々に断念し、特にアルバニア人勢力の強いイッピロス南部を中心都市はアンゲロカストロンエトリア、古代メイアイーリア、 中心都市は、ある他の二つに分けて、前者を、後者をという二人の属徴に分け与え、それぞれに、先生校の称号を与えた。彼らは、皇帝の進化として、シメオンに服属することになったが、その関係は多分に、名目的なものに過ぎず、イピロスとセサリアは、実質的に分断され、さらにイピロスそれ自体が散布されることになったのである。シメオンは、 ヨアニナを含むイピロス北中部は自らの手に残しておくつもりであったが南部に定着したアルバニア人が再度北への拡大を試みそれへの対応に苦慮することとなった彼はプレリュブの維持トマ・プレリボビチを招き彼を娘マリアと結婚させた上で先制交渉号を与え1367年にヨアニナの支配者としたプレリボビチもまたこの地で 実質的な独立を獲得し、シメオン自身の手には、セサリアと皇帝称号のみが残された。シメオンは1371年12月4日、ライバルであったオイウロシュ5世と全く同じ日に死去した。シメオンが死去した、トリカラとウロシュ5世が死去したスコピエとは、数百キロメートル離れており、両者の死は全くの偶然であろう。この日が、 実質的にの断絶と滅亡の日ということになる。シメオンとソマイスの間には二人の息子、一人の娘が生まれた。長男ヨバン・ウロシュパレオロゴスは、シメオンの後を継いで皇帝となったが、間もなく修道士となり、メテオラ修道院に引退した。次男ステファン・ドカス・チェルノイは、兄の下で、セサリア地方の一都市ファルザロスの領主となった。娘マリア・ドゥケナ・アンゲリナ・パレオロギナは、 トマ・プレリボビッチの妻となったが、夫の仕事再婚し、彼に、イッピロス先生校くらいを伝えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。